俺は、えー、ジ武藤圭司選手に憧れを抱き武藤圭司選手のようになりたくてプロレスラーを目指し新日本プロレスに入ってプロレスラーになって今ここまで歩んできましたよ今日引退試合を迎えた武藤圭司選手でも 試合終了のゴングが鳴るその瞬間まで勝利への執念を感じましたよ最後の最後までレスラーとして上を目指そうとした武藤圭司選手の姿になんか心打たれるものがあったしやっぱ俺は武藤圭司選手に憧れてプロレスラーになってよかったなって 思いましたよこうして最後引退試合の相手に指名されたことはしくないわけないでしょうこんな幸せなプロレスラー他にいないんじゃないこの1分1秒を大切にしながら。 リングに上がりましたよ。そして武藤慶司選手との時間を楽しみましたよもう武藤慶司選手はリングを降りるけどまだ俺のレスラー人生は続くわけでこうして武藤慶司選手のようにレスラー お客様、そしてこうして報道陣の皆様に惜しまれながら俺も最後を迎えたいなと思っちゃいましたまあその最後が明日なのか来週なのか来年なのか10年後なのか30年後なのかわからないけどこれからも俺はこの新日本プロレスのリングでロス・インゴ・ベルナブレス・デ・ハポンとして 戦い続けますよ、まあ確かに今日大事な試合は終わったかもしれないでもまた明日から大事な試合は続くわけでねそう明日からファンタスティカマニアが始まるわけで休まる暇はないよそうまさにオクパード忙しいんでねじゃあ今日は何人いるのかなかなり多くの。 報道陣の方いらっしゃいますけど皆様明日の高松大会も来るんですよねちゃんと顔一人ずつ覚えておきますからねじゃあ皆様明日はファンタスティカマニア高松大会でまたお会いしましょうアディオス